やはり五月人形は縁起物ですので、明るい表情というのを大事にしておりまして、笑顔ですね、笑顔を大事にしております。でその人らしさで、かつ笑顔というのを大事にして、分かりやすく作っているつもりでございます。まあ、お二方とも特徴がありますので、非常に作りやすかったところはあるんですけども、やはり目元と口元が一番大事でして、そこを大切にして、見せております。五月人形というのは、その人に代わって役を受けるものですので、いい世の中にしてほしいという願いを込めまして、つかせていただいています。ですので、新元号ということで新しい時代になりますけれども、いい時代になりますようにという願いを込めて作っております。